袖にされました。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ユン・ソギョル次期大統領が涙目、韓国はクワッドに入れないとアメリカが引導。納得ですよね。自称外交の天才ムン大統領がついに5年の任期を終え、大統領職を降りることになりました。個人的にはてっきりこの5年間で彼は米韓同盟破棄まで持っていくと思い込んでいたのですが、それができなかったあたりが自称たるゆえんなのだと思います。そして5月に誕生する韓国の保守系大統領ユン・ソギョル氏は、今レッドチームにズブズブの韓国をなんとか自由民主主義陣営に戻そうと今必死に動いている様子です。ところがそんなユン氏の目の前で閉店ガラガラとシャッターを下ろすアメリカさん。この無慈悲な仕打ちに韓国左派からは多数のざまあの声、また保守側からはムン政権への恨み節など、まあ向こうでは言いたい放題のようですね。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。3月19日付、韓国 KBS ワールドによると、米国務省によると安全保障同盟クワッドは外部パートナーとの協力手続きを策定しておらず、これ以上メンバーを受け入れる意思がないことを示した。米国、オーストラリア、インド、日本で構成されるクワッドに参加するという韓国のユン・ソギョル次期大統領の選挙公約について尋ねたボイス・オブ・アメリカに対し、米国務省の報道官はこのように回答した。3月19日のボイス・オブ・アメリカによると、国務省は米韓同盟は強い経済関係や国民の親密な友情とともにインド太平洋の平和、安全、繁栄のための要であると述べている。米国は韓国の防衛に尽力しており、気候変動、パンデミック、サプライチェーン問題などの主要なグローバル課題に関する協力を深めるため、ユン次期大統領と協力することを期待していると述べた。米国主導のクワッドはインド太平洋における中国の影響力に対する牽制を行うために結成されたと報じています。2020年9月25日、当時のカンギョンファ外交部長官はアメリカのポンペオ国務長官にクワッド加盟に関して何と言ったか、韓国の皆さんは覚えているのでしょうか。他国の利益を排除することはいいアイデアではないと、加盟については否定的な考えを示していましたよね。韓国では政権が変わるごとに前政権の結んだ合意は反故にできる、また政権交代で全てリセットできるとお考えのようですが、外交だけは違います。ただの自称に過ぎなかった外交の天才の尻拭い、ご自身の任期5年だけでは到底足りないということをユン・ソギョル次期大統領は肝に銘じなければなりません。今までこちらで何度も申してきましたように、クワッドの場合韓国はすでにバスに乗り遅れたのです。というか、そもそも乗車拒否をしたのはあなたたちですよね。国際社会は韓国の思うようには動きません。アメリカに袖にされた現実をユン・ソギョル次期大統領はきちんと直視してほしいものですね。米国務省のクワッドには外部諸国との協力のための手続きがないとの言い回しに対し、韓国メディアニュースワンは、クワッド拡大の意思がないという事実を、今すぐクワッドを拡大する計画はないや手続き方法がないだけで外部諸国との協力はいつでも可能だと解釈し、韓国のクワッド加盟の可能性はまだ残っていると思っているようです。ユン・ソギョル氏は大統領に当選後、真っ先にクワッド4カ国の首脳と電話会談をしているので、各国の印象はいいはずだと。確かにユン氏のこの動きはクワッドに加盟したい国としての最善の動きをされている印象が強いです。
でも、ムン大統領のひどい政権運営に目をつぶり、今の時点で韓国メディアが米国務省の言葉の裏側を読もうとするのはかなり無理があるように感じます。くれぐれも妄想は控えめにお願いしますね。ユン氏の目を見張るような電話ぶりはムン政権とは違うんですとアピールしたい側面があるのかもしれませんが、思い出すのは悪夢の民主党政権時代に危うくなった日米関係を第二次安倍政権が必死で再構築した時のことでしょうか。一旦同盟国としての信頼を失えば、それを取り戻すのはそう簡単ではありません。ユン・ソギョル氏の方向性は間違ってはいませんが、マイナスからのスタートであるということ、そして国内が完全に二分してしまっている厳しい現実がどのように彼に影響してくるのかがとても気になります。ところで、今回の件、アメリカ側はどう見ているのでしょうか。ボイスオブアメリカの取材に答えたアメリカの安全保障の専門家は、ユン・ソギョル氏の当選により米韓関係はより緊密になると予想しています。そして北朝鮮に対する態度もアメリカと同じ考え方になる可能性がある。ムン政権のような融和的な態度ではなく、北朝鮮に対し圧力をかけるだろうと期待しています。ムン大統領は朝鮮戦争の終戦宣言にばかりのぼせ上がっていましたが、最近この話題は歌方のごとく消えてしまいましたよね。戦争という生々しい現実を目の前にすると、ムン大統領の推し進めた終戦宣言は何の役にも立たないことが明らかになってしまいました。そして以前から外交の場で透明人間扱いされていたムン大統領、現在国内でも同じ扱いにされており、まるで真の透明人間になったように存在感が全くありません。まさに忍者もびっくりなのですが、まあ彼にとっては今はこの方が楽なのかもしれませんね。それもそのはず、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったその日、大統領選挙中のユン・ソギョル氏は、戦争を防ぐのは言葉だけの終戦宣言や平和協定ではない、米韓同盟を強化することだとはっきりと言い切っていましたからね。このようにユン・ソギョル氏は世界の情勢や韓国の置かれた立場を冷静に見ることができるはずだとアメリカは期待している様子です。ただ韓国の次期政権に期待するアメリカではあっても、すでに走り出してしまったクワッドというバスに韓国を乗せる気は今のところないという厳しい現実をユン氏はきちんと受け止めてくださいね。まあなんといってもまだ就任前なので、まずは就任後3ヶ月間の成績が西側諸国のお眼鏡にかなうかどうか、ここが第一の試練だと思います。そうなると喫緊の課題はやっぱり中国、そして北朝鮮との付き合いをどのレベルで維持していくのか、こちらもとても気になるところですね。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。ざまあ、ユン・ソギョルが早速大恥かいてるよ。ムン大統領の外交は本当に上手でした。日本以外の国々からは確実に好かれていたはずですよ。これは事実です。ムン大統領はこの5年間、特に外交上手だったので、コロナ禍にもかかわらず我が国は先進国に格上げされました。ムン大統領は韓国の歴代大統領の中でかなりの逸材だったと思います。アメリカに近づいてはダメです。うちの経済が破綻してしまいます。外交はムン大統領がしたように米中の等距離外交が基本なんです。クワッドに参加した瞬間、日本と軍事機密情報を共有しなければならないことくらいあなたはご存知のはずですよね。だったらすぐにやめてください。アメリカが断ってくれてやれやれです。アメリカはコウモリ外交にもう騙されないってことですね。日本は韓国がクワッドに参加することに反対しています。きっとアメリカに対して強烈なロビー活動をしたに違いありません。うちも先進国に箔をつけるためにもロビー活動を活発化し、クワッドや G7、そしてファイブアイズの正式加盟国の地位を獲得しなければなりません。中国にまた経済報復の口実を提供するのですか？これでは中国国内のサムスンとヒュンダイが大変な目に遭いますよ。
アメリカは我が国が裏切り者だということをよく理解しているようですね。韓国に対する愛はないのか。次は日本の反応です。あなたはお呼びではありません。日本は韓国の加盟を永遠に拒否します。政権が変わったから今までのことは許してねはなしですよ。韓国はアメリカに全く信用されていないようですね。これも外交の天才の功績だということです。韓国にはやっぱりアジアのバランサーを演じてもらいたい。まあどちらの陣営にとっても玉よけ以外の役割はありませんが。クアッドに参加するとなると2017年に中国に対して誓った3府の誓いの2番、日米韓安保協力が3カ国軍事同盟に発展することはないに抵触してしまいますよ。それでもあなた方は大丈夫なのでしょうか。中国との約束を破る度胸が韓国にはありますか。韓国人の正体に気づいたアメリカはやっぱり塩対応ですね。自業自得です。韓国はいつも自分が望めばどこからでも歓迎されると思っているのでしょうか。ところで3月21日付の韓国経済は私たちの想像の斜め上を行く妄想記事を書いています。クアッドを拡大する予定がないアメリカ、韓国にオーカス参加を求めるというはぁという驚きの記事が出ています。オーストラリア、イギリス、アメリカの頭文字を取って名付けられたオーカスは、オーストラリアの原子力潜水艦の開発及び配備の支援をするなど、オーストラリアの軍事力を強化するために作られた軍事同盟です。オーカスの発足に対し、菅前首相は歓迎すると立場を表明しましたが、ムン大統領はその時何か言いましたっけ？それなのに、アメリカは韓国にオーカスへの合流を要請するとの観測が出ている。もう言葉が出ませんよね。いくら原子力潜水艦が欲しいからといって、一国のメディアがここまで妄想を飛躍させる意味がわかりません。この調子ではオーカスに入り、ついでに G7 にも入るつもりのようですよ。相変わらずおめでたい人たちですね。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。